狂気山脈っていうのは明確に僕の中でその挑戦の象徴です。最初の TRPG のシナリオを書いた時も、まあ、僕なりのすごい挑戦でしたし、でまさに今回アニメ映画プロジェクトなんて僕アニメ畑の人間じゃないですし、そもそもアニメが作れるかどうかっていうところから含めてかなり挑戦だと思います。なので必然的に狂気山脈のテーマは挑戦になるんじゃないかなと思います。もともと TRPG のシナリオとして書いた狂気山脈が自分が思っている以上に多くの人に知ってもらえたり遊んでもらえたりする作品になりまして、ここまで知ってもらえた作品をちょっとどうにかして何かしらもっと大きなものというかゲームの枠を超えたような作品にできないかなと思ったんですよね。もともとアニメが作りたかったとか映画を作りたかったではなくて、この狂気山脈っていう自分が書いたお話がどういったメディアだったら一番映えるというか表現するのに適している場なんだろうって考えた時に、まあアニメ映画なんじゃないかなっていう結論に至ったって感じですね。お願いします。監督の熊谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠くの、白いシャツの撮影、アニメで言うと撮影っていうことで、監督は岩見です。よろしくお願いします。ね、隣の黒いシャツの、はい、美術館長の加藤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らの中のイメージをちょっと共有するためにいろいろ資料として絵を描いていただいたっていうのが下鳥さんに。狂気山脈っていうのは簡単に言うと怪獣、クリーチャーであると、そこに対してのアプローチをもうちょっとしてくれないかっていうのをちょっと関わらせていただいてます。狂気っていう名前が入ってるので、言葉が入ってるので、かなり驚々しいものというか、もっと気持ち悪いものを想像してたんですけど、実際その狂気山脈っていうと TRPG とマダーミスをプレイしてみたら、思ったより人間というか山に登るっていうことにフォーカスしてるんだなっていうのが新鮮でしたね。アニメーションって例えばコンテを切る時とかって自分がそのキャラクターに入っていかないと作り込めないので、キャラクターにどんどん自分を重ねていくっていうのはアニメーションにかなり近いのかもなと思いながらプレイしてましたね。挑戦今だったらできるかもしれないなっていう可能性が見えた時、まあ、あんまり考えずやらなきゃなっていう使命感がありましたね。僕もともと臆病な性格であんまりこういうことしない人間だったんですけども、まあ、思い切りの良さみたいなものとかは結構山の人たちに、登山で知り合った人たちからの影響は大きいかもしれないです。もともとは山全然興味なくて、そもそも運動嫌いなんですよ。カメラをちょっと始めた時期があって、で風景写真とかを撮って各地を回ってる時に、ちょうど今ここ長野県松本なんですけども、松本の上高地っていう場所を普通に風景写真を撮りに来たんですよね。そしたらあんまりに穂高岳っていう、今回の作品の登場人物の名前の由来にもなってる山があるんですけど、それがあんまりに美しくて一目惚れですね。まあ、その時はまだ登ろうなんて発想はなかったんですけど、周囲を見たら登りに行く登山服を着た人たちがいっぱいいて、パッと見全然登れそうになさそうな岩だらけの山なんですけど、あそこ行けるんだって思った時に興味持って、そうすると山の見え方がちょっと自分の中で全然変わってきて、 あそこにも山ある、ここにも山あるっていろいろ気になるようになってきて、そこからですね、で一気にはまりました。どうしても作品って自分が得てきたものしか出力できないと思うんですけども、もう明らかに山から得たものがここ最近はもう一番強かったんで、必然的に山の作品を作ろうって思った感じですね。そもそもその TRPG っていうのを始めたきっかけも、まあお話作りが好きだったんですよね。
なので創作は自分の中にずっとあったもので、でそれと自然にその自分のある種人生観を変えたような登山っていうのが結びついたっていう感じです。山に登る人たちみんな登りたい山を見つけた瞬間に一番目が輝くんですよ。僕の友達もあの山は俺が登る山だっていうのを見つけた人がいるんですけども、いいなと思って、でただ僕その登りたいなって思う山、登山をしに行きたいなって思う山はいっぱいあったんですけど、挑戦としてこの山に登りたいっていう感じがなかったんですよ。それは僕がアスリートじゃないし、いわゆる登山家らしい登山家じゃなかったんですよね。でも狂気山脈のアニメ映画化っていう企画を思いついた時に、あ、これは自分が登りたい山だって自然に思いましたね。狂気山脈に登るとしたらまた装備が変わってくる。全然足りないでしょ。大黒壁手前までは多分こういうので行けるそうなんです。これはその登るクライミングの時も使う。はい、この微妙なベントが、うん、例えばここが垂直だと、うん、水壁に刺した時に拳が壁に当たりやすくなるんですよ。あ、ベントしてるとちょっと拳が離れて痛くないんですよ。いわゆるジャパニメーションというか日本らしいアニメーションでクライミングや登山を描いたものって本当にないし、ない理由もめちゃめちゃわかる。難しすぎるんですよね。専門的すぎて動きの一つとっても技術の一つとってもものすごく調べないとわかんないんで、ハードルめちゃめちゃ高いんだなと思います。持つっていうかもう本当にこっちが壁に引っかかってて小指側でぶら下がってる感じ。あの握ってると握力が早々になくなっちゃってでした。そもそも持てない今回のアニメ映画企画、今だったらできるなって思った理由の一つが、山の強い人たちと山に詳しい人たちが周りにいっぱいできてたんですよ。彼らの力を借りれば専門家が周りに多い状態で作品が作れるんじゃないかなと思ったんですよね。今僕あのアニメーションのコンテを書いてるとか、はい、コンテ書く段階で動きの途中をうまく切り取りたくて、はい、周りの強いクライマーとか登山家見てて思うのが、絶対この様子アニメ映えするなって思うんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよね、動きとかが。なのでもうとにかくいろんな人の力をお借りして、それこそ登山家からクライマーから山のプロで海外にも取材に行ける人で、あと地質学者とか、とにかくいろんな人の力を借りて今アニメにするための資料集めっていうのをたくさんしてる状態です。狂気山脈を表現しなければいけないっていうところがまず一番の大きな挑戦だなとは思いました。マダロシさんがよくおっしゃってるんですけど、いきなりのファンタジーではないんですよね。その日常から突然ぶつ切りでファンタジーになるっていうものではなくて、地続きの異世界ってよくマダロシさんが言ってるんですけども、南極から行けちゃうんですよ。でも誰も見たことがないっていうところが、いわゆるファンタジーとか見たことがないものを自由に作ればいいというようなものではないというところ、どこでそれがこう今まで見たことないものに変わるのか。地続きでありつつ圧倒的な異世界があるので、そこのグラデーションというかどう変えていくものなのかっていうのはかなり挑戦のところですね。それこそ今回登る対象である狂気山脈ももともとが小説なんで、空想の山を描かなきゃいけないわけじゃないですか、アニメにするってことは。そこをなんかこう脳内で考えただけの山にしたくないなって思って、山に詳しい人たちやその造形作家さんたちを集めて、実際の南極の氷床下の研究の内容とかを集めたり、登山家だけじゃなくいろんな専門家の
その意見とかを求めながら、実際にこういう山あってもおかしくないよねっていう山を一から作り上げるところから始めましたね。まず目的はこれから作る架空の山、フィクションの山である狂気山脈の地形を検討して、そして大まかな立体モデルの制作をしていきます。その物語の最後にここに到達するっていう目標で山を作っていくのが多分一番指標としていいと思うの でそこはぶらさないようにしようと思ってます。これすごい、あれ最高ですよね。この絵はまず最高でまあでもここが特殊すぎるんで多分参考になる場所ないんですよね。一番近いのは本当だ石、同じ石出てるところは日本でもちょっとあるんですけど、あんまり大きい山にならないんですよね普通。なんとなくできてきましたけど、なんかここ持ってほしいとか。おそらくここら辺にもっとなんかいろいろあるんですよね。だいたい8000前後にアイスフォール帯があるんですけど、8000メートルなので、この辺にそいつができるんですね。8000メートル、ここら辺、ここら辺にできるんですよ。かくならゴジラのせいしません。ゴジラでしょ、ジョボ。せっかく怪獣っぽいし、ゴジラにしたい。で、そうするともうラインがここしかなくて、そういうことを。てか、アイスボール、めっちゃアイスボールだ。アイスボールめっちゃ。おー、すげえ。でも手で触るの早いよなって。唯一のアナログの強み。ありそうな感じですね。これ神々の遊びですよ、完全に。僕は一番最初に感じたのは、マダラウシさんが狂気山脈なんだなと思ったので、マダラウシさんの頂上に登るというか、マダラウシさんがどういう感覚でいるかが一番大事で、山に聞いてるって感じなんですよ僕としては。このままでいいとは全然思ってなくて、誰を入れてどうしてどういうふうに進めていってみたいなこともちょっとこう見て考えなきゃなと思って。多分僕が思っていることでは結論が出ないんですよ、狂気山脈って。狂気山脈を表現するにあたって、狂気山脈ってこういうものって思っちゃいけないと思っていて、僕の中で絵作りとしては本当はもっと具体的にしていかなきゃいけないんですけど、まだ可能性を広げ続けていきたいっていう感覚ですね、僕の中では。登った先、本当は想像しなければいけない、どこかで形にしなきゃいけないんですけど、形にすることで小さくなるのがすごく嫌なので、まだ僕が知らない大きいままでいてほしいっていうので、一回答えが出そうになったところに関してもまだ大きいはずだっていう感覚で臨むようにしてますね。もともとは TRPG なので、そのゲームとしてプレイヤーが主役になる、プレイヤーが活躍できたり、そのプレイヤーにとって大事なお話になるようなお話として書いたんですけども、まあ、今回アニメ映画なので全部のお話を最初から用意しておかなきゃいけないですし、せっかくアニメ映画で作るので、アニメでしか描けない、アニメで描くにふさわしいお話にしなきゃなと思いますね。誰かを演じているのに気づいたら自分になっているっていうのが TRPG とかのすごく面白いところの一つだなと思っていたので、アニメーション作品、映像作品とかにする時にそれがなくなると思ったんですよね。自分を重ねるものがない状態で完全に客観的な視点で作品を見るっていうことになるので、なぜ登りたいかっていうのを補完してあげないと、キャラクターが突然登りたいって言っている感じに見えてしまうかもしれない。今回主要な登場人物は6人登山隊のメンバーですね。で、そのうち3人はもともとゲーム用の登場人物で TRPG 版にもいたキャラクターなんですよ。ケビン・キングストンっていうキャラと、穂高あずさ、コージ・オスコ、それぞれこういう感じでプレイヤーたちに話しかける、プレイヤーたちにこういうアクションを起こすっていう役割があったんですけども、映画にするにあたって彼らは主役の一人になるので、
彼ら自身のお話とかバックボーンとかそこら辺をもっとしっかり組み立てて、彼らも主人公の一人であるっていう立ち位置に引き上げる必要はあるなと思って作ってますね。で、残りの3人は今回映画用のオリジナルキャラクターで、 TRPG 版でいうとプレイヤーたちがそれぞれ作ってくるキャラクターに該当するんですけど、彼らはもう一から作らなきゃいけない、それぞれこの作品が描きたいもののテーマを担ってもらっていると思います。主人公は浅間祈りという女性登山家です。明確に僕の中ではモデルが3人ぐらいいます。いわゆる登山家らしい登山家、登山家の人たちが見ても憧れるような純粋でまっすぐな衝動で、とにかく山が好きだから登る、自分が生まれ持った才能と自分のやりたいことが見事にマッチしてて、まっすぐそこに向かっていくような、天才ですね。彼女の姿を見て他のキャラクターたちが何を思うのかっていうのが結構このお話の重要なポイントになります。次、レイクエルバート。ちょっと祈りとは対照的で、山を一度諦めたって男です。お父さんなんですね。もともとすごくたくさん山を登ったり、それこそ一緒に山を登り続けた相棒がいたりしたんですけども、家族ができて自分一人の命じゃなくなったからという理由で危険な遠野登山から一線を退いた男です。3人目がメイリー。彼はちょっと傍観者というか、この登山隊、狂気山脈に行く登山隊を撮影している映像家というか記録係なんですけども、パイロットムービー彼が映ってるカットものすごく少ないんですけど、それは彼の主観で撮られてる作品なんだな。つまりはちょっと恣意的なものがこの作品には載ってるんだなっていうのをちょっと感じ取っていただけると面白いかなと思います。今回造形作家ですごく有名な大山龍さんという方にお願いして、イニシエのものっていうクリーチャーをデザインしてもらってるんですけども、限定に出てきてるから出すとかホラー要素として出すっていう感じ、それだけではない明確な意図があります。ただこれあんまり言い過ぎない方が面白いと思うんで、ちょっとこれは秘密にしていこうかなと思います。一つ言えるのは、これは原点でもそうなんですけど、イニシエのものっていう神様はただのクリーチャーや化け物じゃなくて、明確にその人類、かつての人類として描かれてます。今はもう滅んでしまった大昔に地球にいた人間としてのイニシエのものっていう存在なので、出てくるってことはつまりどういうことなのかなっていうのを想像してもらえると面白いんじゃないかなとは思います。狂気山脈って確実に人がつけた名前なんですよね。なので山自体はもう完全とそこにあるだけっていう感じがしますね。狂気山脈自身は狂気じゃないんですよ、山なんですよ。どん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 山に登れば登るほど視界は本当は開けていくはずなんですけど、登れば登るほど自分に向き合うというか、氷から自分の息が跳ね返ってくる感じとか、視界が狭くなっていって自分の体とも向き合わなきゃいけない。自分が狂気じみてるっていう人って狂気じみてないと思うんですよ。自分が認識できる時は僕は正常だと思ってるんですよね。だからむしろ正常だと思っている人の方が狂気に侵されている可能性が高いというか、でもそれって自分では判断できないので第三者の目線なんだと思いますね、狂気って。山に登る話で映画として作る以上盗聴はするんですよ。もうネタバレネタバレもクソもないんですけど、登れるのか登れないのかっていう話の始まりで、そりゃ最後登れちゃうはずなんですよね。じゃあ予定調和の話なのっていうと、毎回僕
実際の登山でも思うんですけど、山頂に着いた時に下を見下ろした瞬間がすっごい感慨深くて、今まで通った道が全部見えるんですよね、山って。その時の何とも言えない感じ、今まで通ってきた道が全部詰まっているような、そういう瞬間が描けたらなって思います。お疲れ様です。佐々木さんと最初にミーティングしてから約1年。そうですね。これと熊谷さんのアイスクライミング行ってから約1年。お願いします。お願いします。あ、緊張する。このプロジェクトの一番最初って。アニメ映画化を目指しますって言ってクラウドファンディングを始めたところからなんですけども、その時に僕登山図に見立てて計画を図に書いてるんですよ。でパイロットフィルムの完成が入り口に入ってまだ道半ばぐらいだと思うんですよ、まあ、多分どの段階になってももがくんでしょうね登ると決めたので、それこそ僕のこの先5年から10年の人生をかけてもいいなっていう思いなので、まあ登りきりたいですね。僕も山を知ってきてしまっているので、登山を経験していない人の感覚を若干忘れつつあるのが危ないなと思ってるんですよね。なのでコンテを書いた時に僕はここを納得したいと思って作っていたんだっていうのを常に忘れないようにっていうのは心がけてますね。僕一人では絶対にできなかったことですし、たくさんの人がこの作品を広めることに協力してくれたりとか、そもそも遊んでくれたり愛着を持ってくれたからこそできたことだと思うんですよね。いや本当に感謝しかないですし、その気持ちとか思いに報いるためにも素晴らしい作品として完成させなきゃいけないなっていう気持ちですね。全体的にめちゃめちゃ良かったすげえ。ピッケル持ち替えのところめちゃめちゃ良くなってました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。重量感がちゃんと、そうですね、あの小指に引っ掛けるをちゃんと書き足してくれたので、ありがとう。ありがとうございます。僕クラファンを始める時に一緒に夢を見てくださいって言ったんですよ本当に嘘偽りなくこれ夢みたいな企画だと思ってて、夢を現実にできるといいなって思いますし、なんか僕だけの夢じゃなくて、それがなんかみんなにとっての夢になるといいなって思いますね。パイロットは作ってはいるけども、まだ感覚的にはなんだろう、まだベースキャンプにも入れてないっていう感じなので、パイロットを作ってベースキャンプに入れるように、ちゃんと準備を整えていきたいなっていう感じですね。大体の山はここからの方が大変なんで先生、一緒に夢見てください。よろしくお願いします。これから皆さんにも、パイロットフィルム監督、そしていろんな方が一生懸命作ってくださって形にしてくれたパイロットフィルムを、見ていただきます。まあ、4分ほどの短い映像ではあるんですけども、僕たちがこれから作りたい映画のエッセンスっていうのを詰め込んでますので、ぜひ見ていただければと思います。では皆さんどうぞご視聴ください。お願いします。
Thank you.
じゃあ、じゃあもう映ってます。もう映ってる。映ってますよ。はい。え、本当に？映ってます。あの監督、皆さん、はい、あのご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。マダラウシの熊谷です。みんなちょっとあの監督どうですか。あのチャット欄をね今見てたんですけども、いやー本当にありがたいコメントがいっぱいで、もう感無量ですね。いやーなんかこれすごいドラマチックだったなと思ったのは、パイロット始まる直前に狂気山脈の標高を視聴者人数が超える。超えましたね。いやちょうど狂気山脈立ちはだかってきましたね。立ちはだかってきましたいかがでしたか。ちょっと僕チャット欄こっち見ないと分かんないんですよ。僕も見たいです。どうですかいやもうあの本当に皆さんありがとうございます。あのクラファンでご支援してくださった方、そしてたくさん広めたりね、いろいろ応援してくださった方、皆さん本当に皆さんのおかげでここまで来れました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、なんかさ、みんなさ多分もう一回見たいでしょ、すぐそうですよ ね、 ね、何カットでしたっけ。107でしたっけ。7勝ちでしたっけ。107ですよね。4分半で107カットですよ。でもう隅々までね、すごい豪華な作り方してますよね。そうですね、皆さん本当に頑張ってくれて、背景とかね、もう全部すごいんですよ。そうですね、背景もキャラクターも CG も撮影も、はい、皆さん本当に音楽もね本当に頑張ってくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。もう、まあ、再三言いますけども、パイロットフィルムはまだ全然あの映画の制作でいうとスタート地点でございまして、はい、はい、あのこういう映画を僕らは作りたいんだよっていうことをねお伝えするための映像でございますが、見たくね、みんな、ね、みんなこの映画見たいよねこの映画見たくない。俺はめちゃめちゃ見たいんだけど、どうみんな、みんなどう言ってます、これは。見たい。あよかった。もうね、作りましょう。はい。はい、という、ね。見たいですね、僕も。はい、皆さんのおかげで、ようやくスタート地点に来れました。ここから、映画本編、制作、本当の戦いが始まりますので、引き続き応援をね、よろしくお願いしたいと思います。でですよ。いくつか告知があります。まず一つ目、あのパイロットフィルム、いい解像度、いいなんかこう隅々まで見れる状態で何度も見たいと思いますので、つい先ほど4分半のパイロットフィルム部分のみの動画が上がっております。皆さんあのチャンネル確認してみてください。上がってます。もうめちゃめちゃ高画質、はい、なんと 4K なんと 4K なんと 4K 、今回ね、あの初回はねこういう僕らここで挨拶したかったので配信という形で、流させていただいたんですけども、若干やっぱ配信って画質落ちちゃうんで、うんうん、そうですね、はい、画質落ちてない方のね綺麗な方でぜひね何度も見てみていただければと思います。吹雪の粒まで見てほしいですね、うん。そして2つ目、ホームページが多分先ほど更新されてるはずです。あの一気に見に行くとちょっとあの落ちちゃうかもしれないんであのゆっくり、あの逃げないのでゆっくり見に行ってください。はい、あのこう超かっこいいホームページになっております。はい、ごめんでしたっけなんかチャット欄見てて印象的ななんかありました、反応って。あでもみんなの叫び声が本当にすごかったですね。ああ。特に何が？コージー。コージーとアズニャン。
アズニャン。アズニャンがすごかったですね。見てる最中、ずっとね、チャット欄の反応を監督も見てて、僕も追ってたんですけど、監督がボソッと、コージって本当に人気があるんですね。そうですよね。そうですよね。こんなに、こんなに愛されているキャラなんですね。僕のチャンネル今めっちゃ重い。あ、すいません。ありがとうございます。ホームページもう落ちてる。え？あの、皆さんゆっくり、ゆっくり見てください。ゆっくり。あと、なんかこうさっき許しを得たんですよね。あ、そうですね。監督が許しを得てね、ちょっとホッとしてたんですけど、何に許しを得たんですか？ピッケル警察許していただいたみたいで。誰だよ、ピッケル。本当に嬉しいですね。誰、ピッケル警察。ピッケル警察に許しを得た。そのピッケル警察、どこの誰だったの？通りすがり話してましたもんね、ピッケル警察という方々がいらっしゃるというのは聞いていたので、はい、どこで許しを得たのかがちょっと、でまめよかったですね。はい、ねえ、いやもう、ちょっと、ド緊張してましたもんね、僕ら、直前まで、ね、そうですね、ド緊張してました。はい、解けました、緊張は。いえ、あれまだ全然、まだこれ、まだ解けました。いや、でも僕正直、本当はこの皆さんに見ていただくこの大事な場、これに集中して、これのことだけ考えて今日ここに来るべきだったんですけど、やっぱずっと本編どうやって作ろうかってずっと考えちゃうんですよ。そうですね。パイロットが出来上がったその完成試写のその瞬間ぐらいでしたね。なんかこう、ああすげえ出来上がったなって、感慨深かったな。でもなんか僕ら初号試写終わった直後、どうしますって次の打ち合わせしてましたよね。そうですね。もうマドライスさんの第一声がよしここからだだったので、僕もそう思いますし、もうどうしますっていう話です。そうですね。もう来週にはね、次の打ち合わせ始めますから、ね。そうですね。はい、というわけで、ちょっと皆さんにね、なんかね、察しがいい人が何人かいるな。いや、これね、めちゃめちゃ悩んだんですよ。監督にも相談若干しましたけど、はい、僕、今日、本当はこの配信、このまま終わりたかったんですよ。一応、前回、2021年の10月から12月に行ったクラウドファンディングは当面の目標としてこのパイロットフィルムの完成までを挙げていました。で、そこの一旦のゴールじゃないですけど、まあ、目標地点まで来たので皆さんにもぜひねその余韻というか噛み締めてほしかったな。これをその何かの前座に使いたくないなっていう気持ちがあったんで、本当はね今日この配信ここで終わりたかったんですよ。でもちょっとここからはぶっちゃけさせてください。本編作れるかまだ分かってないんですよ。決まってないんですよ。もうできれば本当のこと言うとこの配信の終わりに本編制作決定って皆さんにお伝えしたくて、そのために僕もあとプロデューサーで入ってきた渡辺さんもいろんな方がですね動いてくれたんですけど、やっぱりそのパイロットフィルムが出来上がってみないとこのスタート地点に立てないということがやっぱ分かりまして、それぐらいやっぱアニメ制作個人がスタートした企画ってすごい難しかったんですよね。で、僕らとしてはやっぱ本編制作のために次の手を打たなければいけなくて、たくさんの方が見てくださってるこの今やっぱ伝えなきゃいけないなっていうことがあるなということで、ちょっとこれから皆さんに大変申し訳ないんですけども今一度お願いをしたいと思っております。ちょっと僕今画面に出します。もうね察しがいい人たちがいるんですよ。はい、本編制作のため第2回クラウドファンディング実施させてください。お願いします。お願いします。お願いします。いやでもこれ本当はしたくなかった。だっ
って前回すごかったじゃないですか。そうですね、1億2000万ですよ。びっくりしました、話聞いたら。やったーってなんですか皆さん。やったーはちょっとやありがたいですけど、やったーはち任せてくださいって言ってる。いやね、本当はもう出来上がるためのね、この三段を立ててからこれを公開したかったんですけど、やっぱね、動かなきゃいけないわけですよこれから、うん、はい、ちょっとね、ちょっと映像戻しますね。ちょっと詳しく、クラファンですね、ここで詳しくいっぱいは話しません。この後ちょっと時間を置いて23時から別枠でクラファンの内容とか、説明する配信を別枠で撮ります。なのでそこで詳しくは話すんですけども、ちょっと現状の説明だけさせてください。前回多大なご支援をいただいたおかげで、このかなり力を入れたパイロットフィルム作って、なおまだ少し余ってます。で、具体的に言うと大体3000万ぐらいは余ってるんですよ。でこれのおかげで当面次本編を作るために必要な準備っていうのが進められます。なのでもう安心してください。まず僕らは作り続けます。でその上で本編制作最後まで作りきれるかどうかっていう部分で、やっぱりちょっと取れる手を増やしておきたい、できるだけその行き詰まらないようにしたいっていう意味でも、すいませんがちょっともう一度お力をお貸しいただければと思っております。というわけで不甲斐なく申し訳ないんですけども、今一度お力をお貸しいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。やったかいね、マジでやったとか言ってくれてるの、マジ あったかすぎるんですよ。というわけで皆様の力で前に進んでおります。はい、頑張っていきましょうかね。頑張りましょう。はい、はい、本当に皆さん今日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひ何回も見ていただければと思います。はい、じゃあこの配信は終わっていきましょうか。そうですね、はい、じゃあみんな動画見て次の枠待っててください、はい、では本当に今日はありがとうございました。では失礼します。失礼します。ではちょっとすごい手作業でやってるから待ってくださいね。閉じます。